文法、万歴元年は、中国秋代の書家、画家、天国家である。秋代四大家の一人である、文長名の長子であり、文化は弟にあたる。特に天国に優れた業績を残した。チャンス素州の人。字は、とぶき受けたまわり、号は、三橋、両用紙、三橋小字。南京国古間博士、北京国古間博士を歴任したので、 文国博と称された。最初のうちは、造毛の陰面に布地をしてその上から書したものを、金量の利文法に刻させていた。ある時偶然入手した明かり光等に自ら、刻印してからは二度と、造毛印を帰り見ることはなかったという。このことが世に伝わり、天国は、職人の手を離れ、文人自身が隕石材に刻するようになった。 人々は彼を天国の祖として尊び、後世の天国芸術への影響はすこぶる大きい。門下の何神も天国に優れ、文何と称揚される。文法は神官の鯉をも半年、その印は奥ゆかしい、控えめな女性的な美しさがあると言われる。側官の行書や草書は、美しくしなやかで、稀に霊書があるが、元代の碑文のような趣向きがある。しかし、文。 法の自作院は、主文の造芸院、72方針書が唯一伝存するのみである。また隠布も編集されたことがなく、今は、書画の楽観院などからその陰影を見ることができるだけである。なお、文法は書にも優れ、草書は最上に、焦像は超毛布に被験された。修了校の印人づてに、文、法の業績が伝えられている。ありがとうございます。